俺たち映画のチャンネル、はい、映画用編集長の原口と映画用副編集長ジャイアガがお送りします。この番組はエンタメ中心の男性向け映画媒体映画野郎の YouTube 版としてお送りしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、映画でクイズやろう。はい、皆さん、司会は私藤原俊介と申します。はい、映画野郎第3の男と言われております、うん、今回は、前回に続きこちらの映画のタイトルカードを使ったカルタを行います。映画に、よくあるセリフを、私は3回言いますので、うん、その3回言う間に、うん、カルタを取ってください、うん、札を取ったらそのカメラの方に見せてで、言ってください、はい、で私の方で正誤判定をいたします、うん、ここまでで何かご質問はございますでしょうか。はい、大丈夫です、そうですね、はい、はい、では早速いきたいと思います。ますか、はい、第1問、はい、俺に言ってんのか、俺に言ってんのか、ちょっとこれはかけてみよう。俺に言ってんのか、はい、これって言わないと。アキラ、うん、違ったか、わからん。俺に言ってんのか、俺に言ってんのか、俺に、はい、言ってんのか、仁義なき戦い。違います。じゃあ正解は何、タクシードライバーです。ああ、そうだっけ、そうだっけ、タクシードライバーあった、あるけど、あるけど、まあまあ、出てる札をちゃんと見れてなかった、はい、じゃあ、うん、第2問、はい、地獄で会おうぜベイビー、地獄で会おうぜベイビー、はい、ターミネーター、そっか、これはあの映画の方が、映画のセリフの方が有名な方ですね。うん、そうか。まあこれはどうしても、日本語訳になってしまうので。まあまあまあ、まあ、そういう感じです。はい、じゃあ第3問。はい、埼玉県人にはサバイバル。はい、飛んで埼玉。ああ、これは。まあそれは埼玉県人に取らないで取らないそうですね。そういうことだ。と、はい、いう感じで、まあ、今回かなり、簡単な、セリフになっていますので、うん、スピード勝負でやっていきたいと思います。はい。では第4問、うん、君たちには殺し合いをしてもらいます。あ、はい、うん、バトルロワイヤルです。さ、うん、ビートたけしのね、そうですね、はい、これは簡単でしたね、はい、では第5問、うん、やるかやらないかだ、試しにやってみるのはなしだ、やるかやらないかだ、試しにやってみるのはなしだ、なんだっけ、やるかやらないかだ、試しにやってみるのはなしだ。これはかなり有名ですし、2人とも聞いたことがあるはずです。このセリフはいろんなところでも引用されてますね。試しにやるのはなしだ。あれ？さあ、どれだ？どれ？どれよ？ちゃんとありますからね、この中に。カウントダウンしますよ。そろそろやらないと。じゃあ、そろそろカウントダウン始めます。はい。ファイトクラブ？はい、七人の侍、違うか、はい、正解はスターウォーズ、でヨーダのセリフです。そうだっけ、そうなんです、スターウォーズの弱いのがちょっとハマれてしまった。まあいいや、はい、はい、じゃあ、わかりました、はい、行きますよ、はい、はい、第6問、はい、3をつけろよテコスケ野郎、3をつけろよテコスケ野郎、3をつけろよテコスケ野郎、さあこれも有名なセリフですね。さあ、三をつけろよ、テコスケ野郎。はい。これがそれか。アキラ。ああ、そっか。勘だった。これは。これは覚えてない、俺。ね。うん。いわゆるあのネットのセリフにもなってる、ネットの、そうか。そういうのになってる有名なセリフになってます。絶対覚えてなかった。はい。はい。よろしいですかね。これは。さあ、お互いに今何枚ずつですか。二枚ずつですね。なんか調子ですね。いい調子ですね。はい、調子です。うん。では次行きます。第7問かね。7問ね。いや。勝ったのはあの百姓たちだ。ああ、うん、いいね、しょうがない。七人の侍です。これはそうだね。はい、はい、これはもう一番最後のセリフですね。そうだね。志村たかしの。たかしが言ってるセリフになります。では第8問になります。はい、考えるな、感じろ。はい。燃えよドラゴンです。これはまあ、これはまあ有名でしたね。はいはい、じゃあ今何問ずつ使わせたの？これ2問か。4問ですね。ん？で、今は何問？8問なので、次は9問目ですね。はい、では9問目いきます。はい。
大いなる力には大いなる責任が伴う。あ、大いなる力には大いなる責任が伴う。はい、スパイダーマンです。さあ、原口さん調子がいいですね。でさ、それも有名なセリフでした。はい。はい、じゃあラスト10問です。はい。調子に乗りやがって、絵描きにせえわ。ゼニーマンが乗りやがって。仁義が来たるかい。これは岡田さんが得意な。まあ、まあ、得意分野ですね。はい。ここで10問終わりましたが、それぞれ点数の方をお願いいたします。5点です。3点です。お母さんどうしますか、うん、じゃあ、まあ、泣きの1問いきますか。そういうのあれだけ。じゃあ、これで最後になります。はい。第11問。3000回愛してる。3000回愛してる。3000回愛してる。3000回。3000回愛してる。3000回愛してる。いやアベンジャーズエンドゲーム。よっしゃ、これは、トニーが娘に言ったセリフです。あった。娘に言ったセリフ。これはトニーの葬儀の時に、プログラムで出てくる。そうそうそう。なんか、ちょっとネタバレになっちゃいますけど、ね。はい、ということで、じゃあ、原口さんの結果の方。6枚です。お母様。3枚です。ということで、今回も原口さんの勝利でーす。やったー。ちょっと難しかったな。あのさ、簡単だ簡単だって言うけど結構難しい。結構難しいぞ、これ。だいぶ簡単にしたつもりなんですけどね。まあ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 。はい。ということで、はい、映画でクイズやろう。映画、セリフカルタ、締めたいと思います。はい。お願いします。ということで、はい、今回は以上。はい。映画野郎チャンネルの高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。